サン・テグジュペリ、星の王子様。僕は今までこの話を誰にもしたことがない。それでも今回話すのは、もし彼が再び現れた時、真っ先に僕に知らせてほしいからだ。あれは6年前のこと。飛行機の操縦士だった僕はエンジンのトラブルでサハラ砂漠に不時着する羽目になった。その時は乗客も整備士もいなかったし、人里からは1000マイルも離れていた。飲み水は1週間分しかない。僕は一人でエンジンを修理しなければならなかった。夜になり、僕は砂の上で眠りについた。大海をイカダで漂流する遭難者よりも、自分ははるかに孤独なんじゃないかと思った。ごめんください、羊の絵を描いて。え？僕はまるで雷に打たれたみたいにびっくりして飛び起きた。するとそこには真剣な目で僕を見ている、まるで王子様のような姿の少年がいたんだ。僕に羊の絵を描いて。え？というか一体君はここで何をしているの？お願い、羊の絵を描いて。僕が勉強してきたのは地理と歴史と算数と文法だけだよ。絵は描けない。そんなの平気、羊の絵を描いて。僕に描ける絵なんて一つしかないよ。人間ってやつは驚きすぎると素直に受け入れてしまうものらしい。僕は言われるがままに紙とペンを取り出して殴り書きをした。違う違う、蛇に飲まれた象なんていらないよ。え？蛇はすごく危険だし、象はちょっと大きすぎる。欲しいのは羊なの。羊の絵を描いて。そこで僕は次々に描いてみせるのだが、ううん、この羊病気で弱ってる。ねえ、これは普通の羊じゃなくてオスの羊だよ。角があるでしょ。年取りすぎてるよ。僕、長生きする羊が欲しいんだ。描いても描いても却下されてしまう。こんなことよりも早くエンジンを分解してみなくちゃならないというのに。苛立った僕は四角い箱に穴の開いたものを適当に描いて渡した。ほら、箱を描いてあげたよ。この中に羊はいる。あ、そうだよ、僕はこういうのが欲しかったんだ。え？そんなのでいいの？うん。あ、ねえ、この羊草をいっぱい食べるかな？どうして？だって僕んちとっても小さいんだもん。平気だよ、その箱は小さいから羊もきっと小さい。こんな風にして僕は王子様と知り合ったのだった。翌日からは飛行機の修理をしながら彼の話を聞くという奇妙な日々が始まった。ねえ、ここにあるこの置物何？これは置物じゃない、飛ぶんだ。飛行機さ、僕の飛行機。え？君、空から落ちてきたんだ。うん。じゃあ、君も空から来たんだね。どの星から？え？ってことは、君、よその星から来たの？あ、そっか。この飛行機だと、あんまり遠くからは来れないか。それから3日が経ち、その王子様はいろいろなことを話してくれた。彼が遠い星から来たこと。その星は家一軒ほどの大きさしかない、とても小さな小惑星だということ。そして5日目、彼はいきなりこんなことを聞いてきた。どうやらそれはずっと黙って抱え込んでいた心配事のようだった。ねえ、羊が小さな木を食べるって本当？ん？ああ、本当だよ。木を食べるんなら花も食べちゃうのかな？羊は目の前にあるものなら何だって食っちまうよ。
トゲのある花でも？そう、トゲのある花でも。それじゃあ、トゲは花にとって何の役に立つの？僕はそんなことは知らなかった。その時の僕はエンジンの固く締まりすぎたボルトを外そうとそのことで頭がいっぱいだった。故障がとても深刻なものに思われて心配になっていたし、飲み水がなくなるという最悪の事態を恐れていたんだ。トゲって花にとって何の役に立つのかな？ああもう、トゲなんて別に役に立たないんだよ。きっと意地悪な花にはトゲができる、それだけなんだ。え？そんなの信じられないよ。花はね、とっても無邪気なんだ。でも花は弱いんだ。きっとトゲがあれば自分は怖そうに見えるって、そう思いたいだけなんだ。とりあえずボルトを外さないと。でも君は本当にそう思ってるの？鼻のトゲが。違う、適当に答えたんだよ。悪いけど何も考えてない。そんなことよりも僕は今大事なことをやってる最中なんだ。大事なこと？君は間違ってるよ。大事なこともそうじゃないこともごちゃ混ぜにしてる。何百万年も前から花はトゲをつけてる。何百万年も昔から羊はそれでも花を食べるんだ。何の役にも立たないトゲをどうして花が苦労してまで作るのか、それを知りたいと思うのは大事なことじゃないっていうの？僕はこの世で一輪だけの花を知っていて、それは僕の星以外どこにも咲いてないのに。小さな羊がある朝、何も考えずにパクッとその花を食べてしまうかもしれない。そう考えるのは大事なことじゃないの？宇宙にたった一つしかない花を愛してたら、夜空を眺めるだけでも幸せになれるんだよ。僕の花がどこかで咲いてるって思いながら。でも羊が花を食べてしまったら、僕にとっては全ての星が突然消えてしまうようなものなんだ。それが大事じゃないっていうの？それ以上、王子様は何も言えなくなった。僕は道具を手放した。なんだかどうでもよくなった。エンジンのことも、ボルトのことも、喉の渇きも、死ぬことさえも。君が愛している花は危ない目になんか合わないよ。僕が君の羊に口輪をかいてあげる。君の花には身を守るものをかいてあげる。それから、どう言っていいのか僕にはよくわからなかった。自分はなんて不器用なんだろうと思った。少しの沈黙の後、王子様はその花についてぽつりぽつりと語り始めてくれた。あのね、昔僕の星にね、見たことのない花が芽を出したんだ。その花はどこか違う星から種の状態でやってきて、そして咲くまでにとても時間がかかったそうだ。おしゃれな花だったからくしゃくしゃの姿では顔を出したくなかったんだ。ゆっくりと時間をかけて一枚一枚花びらを整えていった。そしてある朝、まさに日の出とともに彼女は姿を現した。ああ、失礼、たった今目が覚めたところなの。あら、まだ髪がくしゃくしゃね。ああ、なんて綺麗なんだ。でしょ、私はバラの花だもの。それにお日様と一緒に生まれてきたのよ。綺麗だけど性格はあんまり控えめじゃないんだな。ねえ、そろそろ朝ごはんの時間じゃないかしら。私にも何か用意してくださらない？うん、じゃあお水をあげるよ。じょうろは。
うして王子様は毎日彼女のお世話をするようになった。その一本のバラの輝きと素敵な香りは小さな王子様の星をとても華やかにしてくれたそうだ。しかし彼女は少し見栄っ張りな性格だったので、しょっちゅう気難しいことを言っては彼を困らせてしまった。私にはトゲがあるから爪を立てた虎が来たって平気なのよ。虎なんて僕の星にはいないよ。それに虎は草を食べないし、私草じゃありません。あ、ごめん。虎はちっとも怖くないけれど、風がとても怖いの。ついたてはないかしら。風が怖い？植物なのに風が嫌いだなんて気の毒に。ついたてを持ってくればいいんだね。それとね、夜はガラスケースをかぶせてほしいの。あなたのお家ってとても寒いわ。きっと星の位置が悪いのね。私が前にいたところは、え？前にいたところってここで育ったのに？彼女はつい無邪気に嘘を言ってしまったことに気づいて咳払いをした。恥ずかしくなったけど、おほんおほんと咳をして王子様のせいにしようとした。ねえ、ついたては？取りに行こうとしたら君が喋ったんじゃないか。寒いわね。毎日こんな調子だったから、王子様は少しずつ彼女のことが信じられなくなった。対して意味のない言葉を真剣に受け止めて、その度にとても辛くなった。その時は分かんなかった。あの子はね、天の弱なだけだったんだ。言葉よりもしてくれたことを見なくちゃいけなかった。あの子は僕をいい香りで包んでくれたし、僕の星を明るくしてくれたんだ。でも僕はあまりにも子供で、全然それがわからなかった。少しずつ花と一緒にいるのが辛くなって、僕は自分の星を出ることに決めたんだ。王子様は渡り鳥を使って星を出ることにしたそうだ。出発の朝、彼は自分の星をきれいに掃除して花に最後の水をやった。毎日決めてやっていたことだけど、この朝にはずっとずっと愛おしく思えた。最後にもう一度だけ花に水をやってガラスケースをかぶせようとしたとき、彼は不意に泣きたくなってきた。さよなら、さよなら。花は咳き込んだ。だがそれは風邪をひいているからというわけではなかったようだ。私バカね。ごめんなさい。許してね。幸せでいてちょうだい。彼は驚いた。花が非難の言葉を何一つ口にしなかったからだ。ガラスケースを持ったままおろおろとその場に立ち尽くした。どうして花が穏やかで優しいのかわからなかった。私ね、あなたのことが好きだったの。知らなかったでしょ。あなたにはちっとも伝わらなかった。私のせいね。どうでもいいか。お幸せにね。それとそのガラスケースは放っておいて、もう必要ないの。でも風が。風は大したことないわ。ひんやりした夜風は体にいいし、私花だもの。でも虫が。毛虫の一匹や二匹我慢しなくちゃね。蝶々とお友達になりたいもの、とっても綺麗なんでしょ。だって他に誰が訪ねてきてくれるかしら。あなたは遠くに行っちゃうし、大きな獣も全然怖くない。私にはトゲがあるわ。彼女の声は静かで穏やかだった。王子様は何も言えなかった。さあ、いつまでもそこでグズグズしてないで。行くと決めたんならもう行って。彼女は
泣くのを見られたくなかったんだと思う。そういう花だったから。そして王子様は星を出て6つの星を見て回った。それらの星にいたのは自分の体面を保つことに忙しい王様、毎日酒を飲み、それを忘れるために酒を飲む酔っ払い、夜空の星の所有権を主張し、その数の感情に日々を費やす実業家、星が1分ごとに自転するため1分ごとに点火や消火を行っている点灯夫、そして自分の机を離れたこともないという地理学者。6番目に来た星は前の星より10倍も大きかった。これはこれは探検家じゃな。いらっしゃい。ここで何をしているのですか？わしは地理学者じゃ。何？地理学者っていうのは。海や川や町、それに山や砂漠がどこにあるのか知っている学者のことじゃ。へえ、面白そう。それから王子様はその星をぐるりと見た。こんなにも大きな星は見たことがなかった。とっても大きいですね、あなたの星は。海はあるんですか？全くもってわからん。え？じゃあ町や川や砂漠は？それも全くもってわからん。でも学者なんでしょ？さよう。だが探検家ではない。学者というのは偉い人じゃからな。歩き回ったりはせん。自分の机を離れないのじゃ。その代わり探検家を迎えるのだ。質問をし、探検家の話を書き取る。ところで君は遠くから来たんだな。探検家だ。さあわしに君の星のことを喋ってくれんか。え、あ、僕のところはそんなに面白いところじゃなくて、すべてが小さいんです。ふむ。あ、でも綺麗な花を一つ持っています。わしらは花については書き留めん。どうしてですか？一番綺麗なのに。なぜなら花は儚かないんじゃ。儚かない？地理の本はな、決して時代遅れにならない永遠のものだけを書き記す。例えば山の位置が変わるなどということは滅多にあることではない。で、その儚いって何？近いうちに消えるかもしれないという意味じゃ。花の命は短い。僕の花はもうすぐ消えちゃうかもしれないの？かもしれん。僕の花は儚い。周りから自分を守るのにたったの4つの棘だけなのに、僕はたった1つ置き去りにしてきたんだ。王子様は不意にやめておけばよかったと思った。でも気を取り直して尋ねた。これから行くのにおすすめの星はありませんか？地球という星じゃ。なかなか評判がいい。そして王子様はそこを出発した。花のことを考えながら。そういうわけで7番目に訪れた星が地球だった。王子が地球に降り立った場所は砂漠だった。そして人っ子一人見当たらないことに随分びっくりしたのだそうだ。ひょっとして違う星に来ちゃったのかな。心配になったその時、月色をしたリングが砂の中でうごめいた。やあ、こんばんは。こんばんは。ここはなんていう星？地球だ。ここはアフリカだよ。よかった。だったら地球には人はいないの？ここは砂漠だからな。砂漠に住む人間はいない。地球は大きいからね。君はどこから来たんだね？ね、ちょうど僕たちの真上にあるあの星。でもすごく遠いんだ。おお、
美しい星だ。僕、思うんだけどさ、お星様がキラキラするのって、みんなが自分の星を見つけられるようにするためじゃないかな。面白いことを言うな。ところで君は、ここへは何しに？僕ね、お花とちょっと、いろいろあってさ、自分の星を出たくなったんだ。うん。君って面白いね。指みたいに細くってさ。だが、王の指などよりもずっと強いぞ。そんなわけないよ。足だってないじゃない。旅をすることもできないね。だが、船を使うよりもさらに遠くへと。君を連れて行くことができるぞ。蛇はそう言うと、小さな王子のくるぶしに巻きついた。まるで金のブレスレットのようだった。私は触れたものすべてを母なる大地に返すことができる。だが君は、他の星からやってきたのだから。君が哀れだ。この冷たい星でこんなにも小さな君が。もしも故郷があまりに恋しくなった時は、助けてあげられるぜ、私が。そう、覚えておくよ。ねえ、どうしてそんな謎めいたことばかり言うの？謎はすべて。私が解くからさ。そして王子様は砂漠を横切り一本の道にたどり着いた。そこにはバラの花がたくさん咲いている庭があった。あ、王子様はとても悲しい気持ちになった。彼の花はかつて自分はこの世にたった一本しかない花なのだと彼に言ったことがある。ところがどうだろう、ここではたった一つの庭だけで5000本もあろうかというバラの花が咲き誇っている。彼女とても気を悪くするだろうな。もしこの庭を見たら、ものすごく咳をして決まり悪さから逃れるために死んだふりだってするかもしれない。僕は世界にたった一本しかない花を持っていると信じていたのに、実はどこにでも咲いているありふれたバラを一本持っているに過ぎなかった。そんな僕では立派な王子様にはなれないよ。そして彼は草むらに突っ伏して泣いた。その時一匹の狐が現れた。こんにちは。こんにちは。わ、君は誰？かわいいね。オイラは狐だよ。こっちに来て一緒に遊んでよ。僕、今とても悲しいんだ。君とは遊べないな。だってオイラはまだ君に懐いていないんだもの。懐く？君はこの辺の子じゃないね。何を探してるの？僕、人間を探してるんだ。お友達を作りたくて。人間か。あいつらは銃を持ってて狩りをするんだ。いやだね、全く迷惑な話だよ。ただあいつらは鶏も飼ってる。あいつらのいいところはそれだけ。君も鶏が欲しいのかい？違うよ、僕が欲しいのは友達だよ。ねえ、懐くってどういう意味なの？それはね、絆を作るってことなんだ。絆を作る？ね、今の君はオイラにとって世界中にたくさんいる少年と変わらない。ただの男の子に過ぎない。
オイラも君にとってそこらにたくさんいるキツネと変わらない一匹のキツネに過ぎない。だけどもしオイラと君が仲良しになったら、二人はお互いに必要とし合うんだ。君はオイラにとって世界で唯一の存在になるんだよ。なんか僕分かってきたよ。一輪の花があってね、僕はきっとそのお花に懐いていたんだ。あるある、この地球じゃ何だってありだからね。ううん、この地球での話じゃないよ。他の星での話かい？うん。その星にはカリウドはいるの？いないよ。いいね。じゃあニワトリは？いないよ。オーマイゴッド、うまくいかないもんだな。オイラの今の暮らしはさ、単調そのものなんだよ。オイラがニワトリを追いかける、そして人間がオイラを追いかける。毎日ずっとその繰り返しだから、ちょっと退屈してるってわけさ。でももしオイラと君が仲良しになったら、オイラの生活はパッとお月様が当たったみたいになるだろうな。君の足音が聞こえたら、まるで音楽に誘われるように巣穴から出ていく。小麦が金色に実るたびに、君の金色の髪のことを思い出す。小麦畑を渡る風の音だってきっと好きになる。もし君が本当に友達が欲しいのなら、オイラを懐かせてくれないか？どうすればいいの？それにはちょっと時間がかかるな。うんと忍耐強くなきゃね。まず最初のうちはね、オイラと君は少し離れた場所に座るんだ。何も話しかけちゃダメだよ。言葉というものが誤解を招く原因なんだ。でもね、毎日ほんの少しずつ近くに座れるようになる。そして次の日、また王子様はやってきた。するとキツネはちょっと残念そうに苦笑した。毎日同じ時間に来てくれたらオイラはもっと嬉しいな。え？例えば午後4時に君がやってくるとすれば、オイラは3時頃にはもうワクワクしちゃうよ。君が来る時刻が近づけば近づくほど嬉しくなっちゃうんだ。だけどもし君が決まった時間に来なければ、心の準備ができなくなっちまう。習慣づけってやつはね、結構大事なんだ。こうして長い時間をかけて、王子様とキツネは友情という絆で結ばれたのだった。そして数ヶ月が経ち、別れの時が近づいてきた。ああ、お別れか。オイラ泣いちゃいそうだよ。それは君のせいだよ。僕、ちっとも君を悲しませようなんて思っちゃいないもの。けど、君は僕に懐いてしまった。そりゃそうさ。でも、君は泣くの？そりゃそうさ。じゃあ、いいことなんてなかったじゃないか。あったさ。金色の小麦畑。ねえ、もう一度バラたちに会いに行ってごらんよ。そうすれば君のバラが世界にたった一輪のバラだってわかるよ。その後、オイラにさよならを言いにまた戻っておいで。その時、ある秘密を教えてあげるよ。そうして王子様はもう一度5000本のバラたちに会いに行った。そのバラたちは前とは少し違って見えた。そっか、ここにあるバラは僕のバラとは全然違うんだ。僕にとっては何の思い入れもないバラだもの。お友達になる前のキツネと同じなんだ。僕のお花だって通りすがりの人にとってはきっとただのバラの花にしか見えないんだ。それでも僕にとっては大事な存在なんだ。だって僕がお水をあげた花なんだもの。それから彼はキツネのところに戻った。お別れだね。お別れだ。さあ、これがオイラの秘密。うんと簡単なことさ。大事なものは心で見るんだ。大事なものは
目では見えない。大事なものは目では見えない。君のバラがそんなに大事になったのは、君がそのバラのために時間を使ったからだよ。絶対に忘れちゃいけないよ。時間をかけて仲良しになった相手に対して、君は責任を持たなきゃいけないんだ。君にはバラを守る責任があるんだ。僕のバラに責任がある。そんな風に王子様の話を聞いていくうちに、いつしか8日目を迎えていた。相変わらず飛行機の修理は終わらず、飲み水も底をついていた。ねえ、君の思い出話はとっても面白いけど、もうやめにしないか？水がもう空っぽで大変な状態なんだ。もうすぐ僕たち死んじゃうかもしれない。たとえ死にそうでも、お友達がいるっていうのはいいことだよ。僕、キツネと友達になってすごく嬉しいんだ。王子様には危険というものがわからないんだ。お腹が空いたこともなければ、喉が渇いたこともなかったんだろう。僕だって喉がカラカラさ。井戸を探しに行こうよ。僕はくたびれているふりをした。砂漠をあてもなく井戸を探しに行くなんて馬鹿げたことだと思ったからだ。それでも僕たちは歩き出した。君も喉が渇いているのかい？お水も心にいいのかもね。あのね、星が綺麗なのは目に見えない花があるからなんだよ。そうだね。砂漠って綺麗だね。それは本当だと思った。僕はいつだって砂漠が好きだった。砂漠では何も見えず、何も聞こえないというのに、何かが静かに輝いている。そんな気がする。あのね、砂漠が綺麗なのはね。うん。どこかに井戸を隠してるからなんだよ。それを聞いて、砂漠が持つ輝きの理由が分かった気がした。ずっと昔、僕が子供の頃に住んでいた家には、宝物が埋まっているっていう言い伝えがあったんだ。もちろん誰もそれを見つけていない。それでもその宝物は子供の僕にとって家中を魔法でいっぱいにしていた。家はその奥に秘密を隠していたのだから。歩き回ってたどり着いた井戸はサハラ砂漠にあるものとは違っていた。普通サハラの井戸は砂の中に掘られた単なる穴でしかない。それなのにこの井戸はというと村にあるものみたいだった。不思議だ。桶に滑車にロープ、全部揃ってる。ねえ、聞こえる？僕たちが井戸を目覚めさせたから、井戸が歌っているよ。うん、綺麗な音だ。あ、僕が水を汲むよ。君には重すぎるから。ロープを引っ張ると、滑車がカラカラと音を奏でる。僕はゆっくりと、桶を井戸の縁まで持ち上げ、王子様と二人ですくって飲んだ。その水はただの飲み水とは全く違うものだった。星空の下を歩き続け、滑車の歌を聴きながら力仕事をして得た水。まるで祝宴のように甘美なひとときだった。こんな美味しい水は飲んだことがない。うん、心にしみるお水だね。クリスマスの贈り物みたいな水だ。あのね、この星の人たちは一つの庭で5000本もどバラを育ててる。でも探しているものは、その気になれば1本のバラやほんのわずかなお水の中にあったりするんだ。大事なものは目には見えない。心で探さないといけないんだ。大事なものは目には見えない。王子様が眠ってしまったので、僕は彼を腕に抱きかかえる。王子様の白い額を、閉じられた瞳を、そして風になびく髪を見つめて思った。そうか、こうして見ているものだって外側だけなんだね。何より大事なものは目には見えないんだ。王子様の言葉に心が打たれるのは、
きっと王子様が一つの花を大切に思っているから。バラの面影こそがこの子の中でランプの炎みたいに輝いている。僕は水を飲んでほっと一息ついた。砂漠は明け方には蜂蜜色に輝く。それを見ながら僕は幸せな気持ちで満たされていた。ね、約束守ってね。何の？羊の口輪だよ。僕はあの花に責任があるから。そこで僕は口輪の絵を描いた。そして絵を手渡しながら、なぜだか胸が詰まった。あのね、僕が地球に降りて明日で1年目なんだよ。へえ。僕はちょうどこの辺りに落ちてきたんだ。じゃあ1週間前に君がたった一人でここを歩いていたのは偶然じゃないんだね。降りてきた場所に戻ろうとしていたんだ。そうか、きっと記念日だったからなんだね。さあ、君はもう働かなくちゃいけないよ。飛行機の場所に戻るんだ。僕はここで君を待っているから、明日の夕方にまた来てね。僕はなぜだか不安で仕方がなかった。キツネのことを思い出していた。人は仲良しになるとちょっぴり泣きたくなってしまうのかもしれない。次の日の夕方、僕が井戸に帰ってくると王子様が誰かと話しているのが遠くの方から見て取れた。じゃあ君は覚えていないの？正確にはここじゃないよ。うん、日付は今日で合ってるよ。それはいいんだ。ただ場所が違うだけ。そうそう、砂に残った僕の足跡を見てそこで待っててね。今夜そこに行くから。誰と話しているんだろう。王子様の他には誰も見えないし、誰の声も聞こえない。それなのに彼はまた言った。君は強い毒を持っているよね。僕はそう長いこと苦しまなくてもいいんだね。え？さあ、もうあっち行ってよ。その時僕は彼の足元に目をやった。そして飛び上がった。そこには王子様に向かって鎌首を持ち上げている一匹の黄色い蛇がいた。それは30秒もあれば人間をあの世に送ってくれる毒蛇だった。一体どうしたんだ、蛇なんかと話をするなんて。お帰りなさい。君の飛行機の足りなかった部品見つかったんでしょ。嬉しいよ。これでお家に帰れるね。どうしてそのことを知ってるんだい。まさに今諦めかけていた修理がうまくいったことを君に報告しようと思っていたところなんだよ。僕も今日お家に帰るよ。君の家よりずっと遠くて帰るのはずっと難しいけれど、僕には君が描いてくれた羊がいる。羊のための箱もある。それに口輪だって。今までほんのちょっとだけ怖かったんだ。でも今夜はもっともっと怖いんだろうな。僕は取り返しのつかないことが起こりそうな気がして身も凍る思いがした。もう二度とこの笑い声が聞けなくなるなんて考えるだけで耐えられなかった。その笑い声は僕にとって砂漠で見つけた泉のようなものだったから。あのね、今夜でちょうど1年なんだ。そして僕の星は今夜、去年僕が降りてきた場所のちょうど真上にやってくるんだ。ねえ、そのヘビや待ち合わせの話は全部悪い夢を見ているだけだよね。違うかい。大切なことは目に見えないんだ。花の場合と一緒だよ。もし君がどこかの星に咲く一輪の花を好きになったら、夜空を見上げるのがとても楽しくなる。だって全ての星で花が咲いているように思えるもの。その通りだ。水だって同じだよ。君が僕に飲ませてくれた水は滑車やロープの歌のおかげでまるで音楽を聴いているみたいだった。覚えてる？あれはとっても美味しかった。
ああそうだった。夜になったら星を見上げてごらんよ。僕の星は小さすぎて正確な場所を教えてあげられないんだ。でもその方がいいんだ。君にとって僕の星は全ての星のうちの一つなんだ。だから君はどんな星でも見るのが楽しくなるね。だから僕は君に一つ贈り物をするね。君が星を見上げたら僕はそのどれか一つに住んでるから。そのどれか一つで僕は笑ってるから。君には星が全部笑ってることになる。君には笑う星たちをあげるんだ。あのね、今夜はね、見に来ないでね。僕は君のそばを離れないよ。僕は痛がってるように見えるだろう。なんだか死んでしまったように見えるだろう。でも仕方がないんだ。だからそんなもの見に来ないでね。必要ないんだから。僕は君のそばを離れない。僕がこんなこと言うのはね、蛇のせいでもあるんだ。君を噛むといけないでしょ。蛇は意地悪だからね。ふざけて噛んでしまうことだってあるかもしれない。君のそばを離れないよ。ん？そうだ、蛇が2回目に噛むときはもう毒はないんだっけ。その夜、僕は彼が出て行ったことに気づかなかった。音も立てずにいなくなってしまっていた。僕がようやく追いついたとき、彼は覚悟を決めたように急ぎ足で歩いていた。あ、君来たの。来ない方が良かったのに。きっと悲しい思いをすると思うよ。僕は死んでしまったようになるんだ。わかるでしょ。遠すぎるんだ。僕はこの体を持ってはいけないんだ。重すぎるから。でもそれは残された古い果物の皮のようなものだよ。古い皮なんて悲しくもなんともないでしょ。いやだ。ねえ、素敵なことが起きるんだよ。僕だって星を見上げるんだ。すべての星には錆びついた滑車のついてる井戸があるんだ。そしてすべての星が僕に水を飲ませてくれるんだ。楽しいだろうな。君は5億の鈴を持つようになって、僕が5億の泉を持てるなんて。あそこがその場所だよ。僕一人で行かせて。あのね、僕の花に僕は責任があるんだ。本当にか弱いんだ。それにとても無邪気なんだ。この世で自分を守るものといったら四つの棘以外何も持ってない。ただそれだけ。言いたいことはもうないよ。さあ。彼はまた少しためらった。それから立ち上がった。彼のくるぶしのあたりで黄色い星がきらめいた。そして蛇が彼の手に口づけをする。彼は叫び声も上げなかった。それから一本の木が倒れるように彼はゆっくり倒れた。音さえ立てなかった。砂の上だったから。あれから6年、僕はこれまで誰にもこの話をしなかった。ただ王子様が自分の星へ帰っていったということを僕は確信している。なぜなら次の日の朝、彼の体はどこにも見当たらなかったから。そして僕は夜、星たちの奏でる音に耳を澄ますのが好きになった。それはまるで5億の鈴が鳴り響いているように思えたから。でもちょっと気になることもある。羊の口輪に僕は皮紐をかき忘れてしまったのだ。きっと彼は羊をつなぐことはできなかったに違いない。
だから気になるんだ。彼の星で一体何が起こっただろう。羊が花を食べてしまったかもしれない。するとどうだろう、星たちは皆涙に暮れるんだ。それは本当に不思議なことだ。空を見上げてごらん。そして彼の星のことを考えてみてほしい。そうすれば世界が一変するのがわかるだろう。